はい、こんにちは、ペソでございます。ドラクエ4を続きやっていきたいと思います。さあ、裏ダンジョンの方を攻略中という大変な言い方だけどね、これでもね、行っちゃうとエクラチキーラの方に向かっちゃうんだけどね。まあいいか。これは王家の墓のマップの利用ですね。で、どっちこっちでよかったんかな。あ、宝箱。悪魔の爪ね。お、二軸ジャクとギガントドラゴンさん全部お初ですね。痛い痛い。獲得経験値がやっぱり2000オーバーですね。どう行けばいいの？この下回っていけってか。あー、出てきちゃった。ライバルオーバーね。うん、キタロジョードも出てきましたよね。お、誰か上がった。順番的にペソですよね。あ、ですね、48、9の6増えて、14、15、17。まだ最後の魔法なんかあったっけな。覚えてないな。命の木の実。2体ぐらいだったらね、ザキで仕留めるんだったらアリーナさんは強くやってほしかったな。ロードじゃなくて、番犬さんの方ね。というかね、こっちが多分境界があったから正規ルートだったんですね。なんか全然記憶なかったな。何も考えて進んじゃったけど、まあ、エグラチキラー、言っちゃった倒すのもね、まだもうちょっと力不足なんで、分かれてる。どっちだろう。お墓が見える方ないかな。なんかないかな。なんかないかな。二軸弱って聞くとね、まあすぐ逃げるんじゃないかというイメージも違いますよね。あの3で出てきた極楽鳥みたいな感じ。うわ、ベギラコン唱えてくるの。やるね。あ、寄り道をか。あ、ベホマズンは戦闘しかダメなんだ。変わったところはないかもしれないけど、
れですね。あればっかり言ってる。そやけど誰もうちの料理食べないのねんって。すごい。安らぎのローブね。これもセブンのなんかアジトですよね、確か。記憶が正しければ。ロザリー様、大丈夫かな？エビルプリーストの命令でロザリー様の居場所を人間たちに教えちゃったみたいなのね。はっ、今のは言っちゃいけなかったんだ。聞かなかったことにしておいてねと。こういうところに お家を作ると楽しそうね。お城でもいいけどねって。ああ、メガザルの方ではな。ということで、使っちゃうんで。馬の本か。地上にある世界樹は千年に一度その花を咲かせると言われています。世界樹の花は命の源、墓標にその花を備えればきっと奇跡が起きるでしょう。ということで、その、世界樹のね、花を咲かせるためにまず一度目の対戦をしないといけないということなんですよね。あの爪も足しといてもよかったかな。まあいいや。もうね、聖水いらんのですけどね、メタブ退治のあれだから。ここも覚えてないな。あ、宝箱は見える。守りのルビーね。こっちでいいんだっけ。メダルだ。これもうちょっと行けばグリムガンの道もらえそうですよね。この下はあれ、ああ。回収の一撃出してくれましたね。
あ、上の階段があったけど、こっちはこっちで、行き止まりか。お、デーモンレスラー、初めてですね。いい経験値ですね。ゴールド相変わらずもらえんな。あぶね。あー、テストでよかった。まあどうやら正しいルートの方に来ちゃってるみたいで、まあエクロチキーラーね、無視して一回戻るのもいいんかもしれないね。ニューデビルさんも初めてだね。ザラ記憶かかるね。4体で2700か。500ちょい持ってるってことだよね。ああ、絶対そうだこれ。あ、宝箱あった。最初かなわんからね。来るんだったらお金預けてから来たいね。おお、デーモンスピアか。あ、ライアンさんなんだね。持たしときましょう。まあ、よう狙われるわね。うん、どっちか言うとね、うわ広いな。あー、出た、天使のデオタード。アリーナさんなんですよね。あとなかったっけ、宝箱。あ、ランプの魔王だ。これもなんかシックスでね、仲間に、シックスだっけ、セブンだっけ、仲間にするのがめんどくさいじゃないね、難しいキャラですよね。宝箱はそこしかない。真上に階段がある。ここで上がって、ああ、そうかそうか、思い出した思い出した。
てエグラさんの前に来るんだ。あ、ですね。だけど無視して戻ります。うん、だって戦わないといけないからね。もう体力ちょっと温存してる時から行きましょう。なんか今度は進んでない方にね行きましょう。で、アクアいつ戻ってくれるようになるんで。ああ、3万ゴールドあったんだ。あと3万貯め込んでなんとか、破壊の鉄球もう一個買って、移民の街をちょっともう一回チェンジしたいですよね。なんかさっきは左から正規のルート覚えてなかったからね、行っちゃったから。今度は、あ、で1個だけね、取りそびれてたアイテムちょっと取ってから行きましょう。そうそう、正規のルートを、まあ、階段あれしちゃって、こっちの宝箱無視してたんで、ね、仲間ばかり呼ばれたらね、例の泥仕合というやつになりますよね。ドラクエのね、ファミコン版時代のあの AI もね、だいぶバカでしたけどね。クリフトさんザギとなりすぎなのよね。で、宝箱あったでしょ。もうこれ忘れた。はい、メダル、うん。で戻りましょう。で、したいことどうなるかですよね、今度は。あれ、ああ、大魔道さんだ。早っ、先生かい。なかなかいい経験値になりそう。3000オーバーね。じゃあ降りれそうだったら降りてみましょう。地獄の番犬が来た。ちょっとびっくり。地獄の窓バンドばかりじゃないんだ。
番的にクリフトさん、あ、ライアンさんか。ライアンさんが50になったね。うわ、全然パラ上がってなかったね、今。これはそのまま降りりゃいいか。あー、どっちだろう、どっちだろう。こっちでいいのか。アコと一緒ですね。エンドールの北の洞窟とね。素晴らしい。魔法の、あ、世界中の雫か。ほいほい。メダルで、パンドラボックスか。あー、当たり。支えられた。マジっすか。瞬殺してたからこんなに強いとは思わんかった今。ここで行き止まり？いや、ああそうですよね。下があるけど、アリーナさんも50になったね。下なかったよね。上に上がる階段もないから。ダゴンさん、これも、うん、海で出てくるキャラクターですね。多分こっちは滝でしょう。暗黒つむりは初めてじゃないかな。で行き止まりだったら分かりやすいですけどね。まだあったりして。ですね。じゃあリレミと行きましょう。
で、謎の境界でセーブして、今回はちょっと終わりましょうか。ね、謎の境界で始めれそうですからね。はい、ではこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。